はい、どうも、デジャヤ編集部員のピスタチオ田中です。本日はですね、みんな大好き北斗無双が、新たにパチスロとなって登場するということで、スロット新北斗無双を今日は打っていきたいと思います。で、ゲーム性等をですね、紹介する動画ですんで、まあこの初打ちの時なんかに役立つような情報なんかを取り入れて、打っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。さあ、早速打っていきたいんですけども、まずは、ユリク館朝一の状態の説明ですね。6号機の特性上、ユリク館ランプ、ついております。ですが、リセット変更時に関してはユリク館ランプが消えている状態で、ユリク館ランプがクレジットの方のドットですね。で、なおかつ、ヒロインステージから始まるので、ドットが消えてるプラスヒロインステージにいるということは、まあ、基本的には朝一の状態でいうとリセットされていることがほぼほぼ濃厚になるんじゃないかなと思いますので、そこは初打ちの時は、チェックしておいてください。よし、じゃあ打っていきましょう。で、大まかなゲームフローを最初に説明すると、今揃ってますけども、バーズ柄揃いが制圧ゾーンと言われるものになっております。で、これがチャンスゾーンですね。で、そのチャンスゾーンを突破するとメインの AT につながるといったゲーム性です。なので通常時はまずはこの制圧ゾーンを目指していくゲーム性です。で、通常時やることといえば、その制圧ゾーンに向けての準備期間と区間と思ってください。はい。で、次に打ち方ですけども、打ち方は、左か中押し推奨です。はい。で、レア役で言うと、チャンス目、ドラム缶、無双目、で、あと、神図柄。まあ、神図柄が一番、この北斗無双で重要な、レア役となっておりますけども、あ、今出ましたね。はい。リプレイ、食材と揃った、この形がチャンス目です。チャンス目に関しては払い出しがないです。はい、順外れですね。はい。で、ドラム缶に関しては、ですね、中リールに関してはこぼしがあるので、中リールはしっかり狙うようにしてください。はい。で、左と右に関してはフリー押しで大丈夫。ドラム缶がテンパったら中リール、バーズ柄、赤色のバーズ柄ですね。はい。これを目安にドラム缶をフォローしてください。で、中押しに関してはもう簡単。はい。中をドラム缶を狙って、右左と、フリー押しで大丈夫です。で、ヒロインステージなんですけども、ここ書いてある通りアイテム高確率中、宝箱を先ほどからゲットしてるんですけど、この宝箱をゲットする高確率ゾーンとなっております。で、宝箱の説明は後々やっていきますんで、まずはここでより多くのアイテムをゲットしましょうといったゾーンになっております。はい、これでヒロインステージは終了と。はい、ここからです。ですね、この新北斗無双に関しては、その制圧ゾーンの当選景気が基本的には、周期抽選となっております。はい。で、その周期がですね、濃い周期がですね、3、6、9、12。3の倍数ですね。で、マックス周期が12周期となっております。で、1周期約50ゲームですんで、マックスいったとしても、まあ、600ちょいでは制圧ゾーンには、一発入ると。で、通常時やらなきゃいけないことなんですけれども、基本的にはチャンス目を多く引いてください。チャンス目を多く引く。で、チャンス目を引ければですね、神図柄のナビレベルがアップしていきます。これですね、チャンス目。はい。で、今、中リールの枠が青く発光したと思うんですけども、これがナビレベルの示唆を行ってます。で、青、緑、赤、紫で、紫に行くとリプレイを引いた時必ず、神図柄になります。で、その神図柄というのがこれ、ちょうど出ました。中リール中段に神が止まると、レア役神です。はい、神図柄です。で、神図柄を引くと、カルマレベル、右上のレベルがアップしていきます。で、50ゲーム消化した時にですね、持ってる
カルマレベルに応じてアイテムをゲットできます。レベルが上がってれば上がってるほどよりいいアイテムをゲットできると。はい、またもヤシンを引いた。はい、で、このカルマレベルなんですけども、補足として、マックスで、200レベルまで上がります。ただめったに200までは行くことはないので、目指すところはだいたい紫の100、ここを目指していきましょうと。そのためにはチャンス目をより多く引いて、リプレイ引いた時に、神図柄をしっかり持ってくるように、するといったゲーム性です。で、神図柄以外でこのカルマレベルって上がらないのと言いますと、上がります。ドラム缶を引くと上がるんですけども、基本的には小さいレベルでしか上がらないんですけど、たまにねドラム缶引いた時にレベル30とか一気に上がる、ことがあります。まあ、なんでどちらかというとカルマレベルを上げるのは基本的には、神図柄で上げると思ってください。はい、で今チャンス目4回重ねて紫まで行きましたけども、紫まで行くと次リプレイ引いた時に 100% 神図柄になります。でこっからチャンス目を重ねるとどうなるんだいと言いますと、これがですね、引き損だと思われる方もいらっしゃるんですけど、そうじゃないんですよね。これ結構重要で、こっから紫になってからチャンス目を重ねることによって、このナビのループをもらいます。なんで基本的に紫になってすぐリプレイを引くと神図から1回もらえて、すぐまた青から戻る、青に戻るんですけども、そうじゃなくて、ナビレベルがなくなったかなと思わせて次のリプレイ引いた時も神図からになる抽選を行ってますんで、ここでチャンス目を重ねることも非常に大事です。めちゃくちゃ大事。さあ、これで、50ゲーム消化しておりましたんで、貯めたカルマレベルに応じてアイテムをゲット、しました。はい、で周期に関しては、一周期50ゲーム、約50ゲームです。はい、で基本的にチャンス目一周期で終わるんじゃなくて、引き継ぎます。そこも引き損はないと。はい、これ幻灯への道に行きました。でこの幻灯への道に関しては、ナカリールのこの枠見てください、紫色、まあ、よって、リプレイを引けば引くほど、神図柄を持ってこれる、状態になってます。なんでここのリプレイの引きがめちゃくちゃ重要となります。で、基本的に10ゲーム固定です。いや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 、マジか、1回も引けてないやん。うわ、はい、リプレイ1回も引けなかった場合続くとかない？ないね。今引くっていうね、はい、まあまあまあそんな感じです。なんで幻灯への道に行くと、まあ、要はカルマポイントの、ゲット高確率状態になります。さあ、これで2周期目が終了。はい、2周期目でアイテムゲットと。で、このアイテムなんですけども、貯めてるアイテム、まずどこで使うのと言いますと、この次の周期3周期目が終わった後の開封の儀で使います。で貯めたアイテム、貯めてるアイテムにも序列がありますんで、今出しておきます。マックスのね、ドット宝箱なんては まだ見たことがないです。基本的には色で、序列がついてると。さあ、今ですね、制圧ゾーン接近中というロゴが入ったんですけども、まあ、3周期目だからのか、ここで3周期でしっかり、制圧ゾーン取ってるのかどうか。はい、ない。お、赤まで行ったな。これは3周期で制圧ゾーンもらってる可能性があります。うん、さあ、演出成功で、制圧ゾーン、あれもう行った、あ、行きました、行きました、 OK です。演出成功じゃなくて、レアパターンですね。
制圧ゾーン準備中出てるんで、3周期で制圧ゾーンをゲットしてました。これで制圧ゾーン確定です。で、この制圧ゾーンの、強化せよと今出てますけども、基本的にはこの宝箱は開封の儀で開けて何がもらえるかなんですけども、途中で開封の儀の前に制圧ゾーンに当たった場合は、ここで告知が入ります。さあ何がもらえてるか一個一個開けていきます。さあプッシュで、おお、五射星アイコン、はい、基本的にはポイントです。で、左下にある、ポイント1000ポイント貯めるとアイテムがもらえます、はい、で制圧音中に使うアイテムがもらえます、はい、さあ1000ポイント貯まらんかな、はい、基本的に木箱とかは30とかの、貝のポイントしかもらえないです。おお、はいはい、銅で、100ポイントもらいました今。さあ銀箱で500ポイント、あと250ポイント貯まれば1000ポイントいくんですけど、どうだ、100ポイントいかない、930、ギリギリ1000ポイントにはいかずと、はい、で余ったポイントに応じてアイテムが、もらえたりするので、まあ、より多く貯めておくことに、越したことはないかなと思います。さあで、まず1個目、ピスタチオ的なたたきどころ1個目、ここ皆さんに紹介したいと思います。あのね、この制圧ゾーンの準備中がねめちゃくちゃ大事です。あー早い早いで、狙いと出ましたけども、さあテンパしました。これで、左押した時にバーが揃わなかった時、ずるっといった時、まあ転生とかにもありましたね、転生とかにもありました、揃わなければ、あー揃うよね、それは揃う、揃わなければ AT 直撃につながります。 AT 直撃なんで、ここのレバーオンはすごく大事です。で内部的にもう決まってるわけじゃなくて、マイゲームガチ修正なんで、フェイクの要は外れるフラグを引いてしまえば、もう直で AT に行きます。はい、なんでここはね、この準備中に関しては叩きどころっていうのは、まあ初打ちの時に、楽しんでもらえればなと思います。で、今ですね、新制圧ゾーン突入となってますけども、上位のチャンスゾーン、制圧ゾーンとなってます。行きましょう。これはもらっとかんといかん。で、この制圧、ゾーンなんですけども、何をやるかと言いますと、KO ポイントを、貯めていきます。はい、ちょっと回していきましょうか。はい、今 KO ポイントが貯まっていってます。はい、30 KO ポイント、うん、とにかく貯めましょう。とにかくこのポイント KO ポイントを貯めていきましょう。で、貯めたポイント KO ポイントは何に使うのと、後で説明します。とりあえずこの KO ポイントをゴリゴリに貯めていくことを目指してください。はい、チャンス目とか引いていくのも大事、チャンスと。はい、で今右上に出てます、ね、280KO KO ポイント貯まってるんですけども、左にもアイテムが貯まっていってます。で、あとあと、このアイテムで KO ポイントが加算されるので、レアエク等の引きどころはここです。ゴリゴリに貯めていきましょう。おー、いいぞいいぞいいぞ、ドラム缶引いた。ラスト、さあ、ですね、まずこの右のケンシロウしかいないんですけども、味方が参戦するとプラス5ゲームもらえたりするので、この味方を揃えていくことも大事で、味方は基本的には先ほど回復の儀のところで1000ポイント貯まった時に、今回五射星アイコンゲットしてるんですけども、あの時に要はジャギ参戦、トキ参戦、ラオウ参戦みたいな感じで、もらえるので、それをアイコンがあった場合はプラス5ゲームこの制圧音を消化できると。さあ行きましょう。さあリザルトと、でここで貯めた KO ポイントに応じて演出のランクが上がっていきます。さあどうだ、はい、宝箱、おー、3000ポイントでかいね。リーチアップで、これ余剰分、要は930ポイント貯めた、ポイントでもらえたリーチアップの方です。リーチアップ確定じゃない、リーチアップするかもねのアイコンです。はい、どうぞ。はい、リーチアップした。リーチアップは1段階演出が、ランクアップ確定です。はい、
さあ、これで今回に関しては7870ポイントゲットしたので、それに応じた演出で上に行けば行くほど、ね、強い演出に発展すると、まあ、ここの演出に関しては、パチンコの北斗無双を打たれてた方に、とってはですね、まあ、おなじみの演出ですね。一番上に運命の人、1万ポイントを超えるとですね、AT 濃厚となっております。で、逆にもう一個ワンポイントとして、1000ポイント未満だった場合、1000ポイントいかなかった場合に関しても、これは AT 濃厚となっております。いきましょう。はい。で、ここ5射精アイコンがあるんですけど、これの使いどころも今から来ますんで少々お待ちください。もう見たことありますよね。北斗無双を撃たれてた方はもう見たことありますね。はい、あの演出です。来たぞ来たぞ。はい。で、もう麒麟柄出てるんで激アツプラス、今海のリハク参戦中と出ました。ジゲームのレバーオンでリプレイリプレイ、ベル食材の、チャンス目を引ければ、これはねほぼほぼ勝ち確の激アツパターンになります。なんで次のレバーオン超大事。いきます。はい。まあラオウでしょう、それはラオウでしょう。まあ多分ねこれチャンス目引けなくても勝ってるとは思うんですけど、引いときたかった、これは引いときたかった。さあどうだ。OK、 一発目から AT、ゲットです。で、ここからがメインの AT なんですけども、まあ、通常時やること、今の一連の流れ見てもらいましたけども、まずは制圧ゾーンを目標に頑張っていく。で、その制圧ゾーンまでにしっかりとアイテムを貯めて、その制圧ゾーンを有利に進めていく。これが重要となってきます。さあ、ここから、AT でございます。これナビ見せちゃダメよ、みんな。え、なんで俺どこ狙った今。ねえ、今どこ狙った。青狙ったよね。あれおかしいな。こういうミスはしないようにしましょうね、皆さん。ちゃんとナビに従って色を押しましょうね。で、もう一個、もう一個、もう一個ね。ここなんですよ。ピスタチオ的、力の入りどころ、入りどころ二つ目、二つ目。この、無限頭部、メインの AT の名前が無限頭部なんですけど、無限頭部のこの準備中。7が揃って無限頭部が始まるんですけども、ここの準備中も先ほど制圧ゾーンと同じく叩きどころです。はい。これね、青7がデフォルトの、無限頭部なんですけども、白7が揃うと、上位の AT になるんですよ。で、この抽選も決まってるわけじゃなくて、ここのレバーを毎ゲーム毎ゲームで白7のフラグを持ってこれれば白7が揃って無限頭部が始まるので、ここめちゃくちゃ叩きどころです。大事で、基本的に、ここの白の出現率に関しては今のところ実践値になってしまい、なるんですけども、7回に1回は白の7が出てきてます。なんでここで7分の1を引ければ白の7が揃う。で、逆に、先ほど制圧ゾーンの準備中に関しては今のところ実践中、まあ、2回ぐらいしか出てきてないんですよ。なんで結構薄いと思います。20回に1回とかそれぐらいのレベルだと思うんですけども、両方この準備中が叩きどころだっていうのだけ分かってください。いきましょう。はい、狙えと。さあ、青が揃うのか白が揃うのか、まずデフォルトでいこうか。白角とかもあるんですよ、左イールとかに。さあ、下段に白が揃えば、いや青か、青よね、青よね、そうよね。なんでここで白7を持ってくれるけど、結構 AT を伸ばすためにも大事なんで、マジでねこのレバーオン力入れて、拳に力入れてやってください。で、この無限頭部は、純増約8枚の混純増 AT となってます。で、まず仲間ですね、初回に一緒に戦う仲間を決めます。で、今回は時ジャギ、トキ、ラオの順に、味方キャラが強くなってきます。一番下はジャギ、一番上はラオと。今回トキなんで、真ん中。はい。
で、この無限頭部に関しては前半パート後半パートに分かれてます。前半パートが、乱撃チャンス、出玉を増やすパートですね。で後半パートが姿勢バトル、継続をかけたバトルが、繰り広げられます。はい。で、この前半の、パート初回に関しては30ゲームもらえます。30ゲームで純度8枚なんで約240枚もらえるパートです。でこの間に関してはレア役等でアイテムがもらえます。で5社製、参戦だったり、勝利ストック、一番上がですね、勝利ストックがもらえたりします。なのでこの間のレア役の引きどころも大事で、初戦に関しては、トキが、仲間について、なおかつ敵が、狂乱カルテットといった、グループです。でこの狂乱カルテット、序列でいうと一番弱いグループです。で序列を出しておきましょう。中ぐらいが海王がいるグループで、一番強いのがナントのグループですね。はい。で味方のキャラプラス相手の敵の強さで、姿勢バトル後半のバトルパートの勝率が変わってくるといった流れです。はい。まずはこの前半のパート消化していきましょう。さあ、ラスト2ゲーム、前半パートはこれで、消化し終わります。で初戦の相手に関してはハート様、上から2つ目ですね。はい。上から2つ目プラス初戦に関してはケンシロウが、出てきます。でケンシロウ対ハート様の戦いです。ひどい豚は豚小屋へ行けってひどいよ。はい。この組み合わせです。で、この30ゲーム、乱撃チャンス消化し終わったら、後半パート姿勢バトルが待ってます。でこの姿勢バトルに関しては、ガチ抽選のゾーンとなってます。バトルの内容に関しては本当にガチです。うん。なんで毎ゲームの引いた役に応じて、勝利抽選を行ってます。で、何が変わってくるかと言いますと、要は味方キャラ、あとは敵キャラに、応じて、要は強い敵であればあるほど、弱い敵であればあるほど、何が変わってくるかというと、神図柄の出現率が変わってきます。もちろん強い敵こそ、神図柄がなかなか持ってこれない。弱い敵は、神図柄をポコポコ持ってきて、バトルにすぐ勝ちやすいっていった流れです。なんでここに関してはもうガチ抽選なんで、ここのレバーオンは大事です。この姿勢バトルをつなげることによってもう一発乱撃チャンスにぶち込んで、そのループさせていくのが出玉を、伸ばす肝です。いきましょう。でこの間姿勢バトルに関してはちょうどチャンス目引いた。 OK。チャンス目に関しては、順外れですので確率変動しておりません。全く変わっておりません。通常時と同じ確率で引けます。で、全キャラ一律で勝利抽選を行っています。はい。それが、多分ね、そんな高くないですよ。 25% とかそんなにないです。はい。多分 5% 10% とかのレベルなんですけど、一律なんでチャンス目も引きどころ。はい。で、神図柄、チャンス目ドラム缶、神図柄、こんな感じで、勝利期待度が高くなっていくんで、はい、ドラム缶も引きどころではある。で、ワンポイント、ここで、今ね、ケンシロウが攻撃する間際なんですけど、ここで隠しボタン、下ボタンを押すと、来た、うわ、やっちまった、聞きました、今ね、右のボタンも押しちゃって、音量調整になりましたけど、今のキリンフラッシュが発生すると、これで勝利濃厚です。勝利濃厚なんで、下パでも消えてましたよね。勝利濃厚になってます。なんで、サミーさんといえば隠しボタンみたいなところあるので、他にも多分隠れてると思うんですよ。はい。なんで、探すのも、また一興かなといったところで、一個だけ僕が見つけたのは、そのバトル中の、下ボタン。ケンシロウがアップになった時の下ボタンでパネルショートしてキレンフラッシュなれば、勝利濃厚となってます。はい。OK。これで初戦のハート様は、勝利と。はい。で、今、継続と出ましたけども、この下にですね、継続、見にくいけど、右のアイコン1個だけが無双となってます。はい。これ、キャラに応じて継続の割合と無双の割合、あとは特化ゾーンの割合
が出てくるキャラもいるんですけども、この割合が変化します。強ければ強いほど、無双アイコンもらえる可能性が、勝利した時ですね。勝利した時に無双アイコンがもらえる可能性があります。その無双アイコンなんですけども、リセット、勝利、確定ストックとなってます。なんで、まあ、要は、高い壁を乗り越えれば乗り越えるほど、まあ、報酬もでかくなるみたいな感じです。はい。で、2セット目以降の乱撃チャンスに関しては8ゲームです。で、8ゲーム消化したらまた姿勢バトルに、ぶち込むという感じです。で、2戦目に関しては次はトキが出てきます。トキが出てきます。トキ対誰か。トキ対ユダです。ユダ、この狂乱カルレットの中では一番強いキャラですね。はい。トキが、ユダをしばけば次セット3セット目に行けるといった流れです。さあどうだ。はい、チャンス見た。ありやね。今回は下ボタン隠しボタンなしで行こう。このまま行こう。いや、押したかったな今。気持ちいいによ。ポーンって。あ、連撃。連撃は、続けば続くほど、勝利期待度が高くなってきます。もう一丁。あ、ないか、ないか。さあどうだ、緑だけど。最後姿勢が輝けばユダ撃破。よっしゃ、 OK。 これでトキがユダをしばいたので、リセットですね。はい。ハート様の時は一マスしか無双がなかったんですけど、ユダは強いので、まあ、無双ストックが二マスあるよと。なので可能性的にはなくはない。あ、継続と、継続だけです。はい。おー、来た来た来た、いいよ。今、前半のパートで、チャンス目から、不動アイコン、不動アイコンをゲットです。不動参戦ですね。待機中で、この待機となっている5射精いつ使うかというと、姿勢バトルの時に使いますんで、ちょっと待っててくださいね。はい。次はタッグバトルが始まります。2対2の戦いが始まります。で、しかも2対2の戦いなんですけど、残ってる2人が、まあ、要は貝の強さの2人なので、これはね、突破できるチャンスです。はい。名もなき修羅と、無法者、はい、対、ケンシロウと時のタッグなんで、これは負けたらダメ、はい、これは負けれない戦いです。はい。で、なおかつ不動アイコンありますんで、待機中になってますんで、今から不動の説明いきたいと思います。不動の性能なんですけども、この不動がいる間にドラム缶を引ければ激アツです。まあ、ほぼほぼ勝利濃厚。はいはい。で、不動が参戦中はラスト0切ってもバトルが終わることがないです。はい。で、五射精おのおのに対応薬があるんで、一度出しておきましょう。この表を見たら皆さん思ったと思います。ヒューイ無敵じゃねって、ヒューイ無敵じゃねって、リプレイ行くだけでヒューイやったら勝てるんって皆さん思ったかもしれないんですけども、ヒューイに、関してはヒューイの特性を言うと、漫画でもほんと1コマ2コマで吹き飛んだじゃないですか、ヒューイって。それと一緒です。マジでね、1ゲーム2ゲームで、要は敵の攻撃を食らってすぐいなくなります。なんでリプレイ引くのがその1ゲーム目のレバーオンぐらいしかチャンスがないんですよ。ただ不動に関しては、まあ、要は山の不動、ドラム缶の不動って言ってるぐらいなんで、力強いです。なんで敵の攻撃を食らってもそうそういなくならないキャラクターです。なんで、その数ゲーム間にドラム缶を引く、もしくは延命して延命して頑張って倒しましょうねと。その間に新図柄でもいいですしね。はいはい。これ新図柄もしかして、新いった、新いった。 OK。 もう一回やっておきましょうか。このカットイン、攻撃するぞの画面で、下ボタン押してブン。ならんのかい、今回は。今回ならんのかや。初回ミスったよな、この画面いってしもうたんよな。なんか力強く押しすぎて、本当にソフトにね、下ボタンを押しましょうね。そしてプンってやってキリンフラッシュで勝利濃厚です。行き足を、まあ大丈夫だと思います。さすがにこのキャラクターに、この2人でプラス新図柄なんでいけると思います。
さあどうですか。大丈夫でしょう。オッケーオッケー。これで、要は狂乱カルテット全員しばき終わりました。はい、倒し終わりました。でこの先何をするかというと、さあどうだ、まあ継続でしょうねこれは。はい、でこっからなんと、まあ、なんて言ったらいいかな、兄弟喧嘩とまではいかんないけど、時の場合はここが今、乱撃チャンスです。出玉増加パートが11ゲームあります。なぜか兄弟喧嘩が始まったと、戦ってみたいって言い出して、要はここから時とケンシロウのバトルが始まります。で最初に言った通り、要は味方になるのが、味方になるのが3人いたじゃないですか。ジャギ、トキ、ラオ。はい、ラオの方が強いんで敵キャラを倒すためにはラオウがいるんですけども、ラオウ強いってことは、ここの第4戦目に、戦う、キャラクターがラオウになるってことは、ケンシロウ対ラオウになっちゃうんですね。ってことはラオウには勝ちにくいんで、ここで終わる可能性があるんですよね。逆にジャギが先に来れば、相手次第では伸びて、ここの4戦目、に関してもジャギと戦えるので継続しやすいっていう、またね、これね、よし悪しがあると思うんですよ。で、伸ばすためには全員しばかなきゃいけないんですけども、まあ出てくるタイミング次第では、まあ1000枚あたり、まあ1000枚弱か、まあ800枚ぐらいの、ダダバを、獲得できる流れも作れると思うんですよね。なので、初戦時っていうのは、かなりバランスが取れてるように思います。で、11ゲーム消化し終わったら、こっから、姿勢バトルです。今回は誰とって言ったら、トキトです。はい。さあ、行きましょう。でこのキャラに応じても神図柄の出現率が変わってきていると。ジャギは倒しやすくて、ラオウは倒しにくい、一番バランスが取れているのがトキだと。いやー、敵の攻撃とかで中断リプレイ止まってるすると、ちょっと熱い、ドキッとできる実はね。いやー、そうなんよね。いやーってなった。こっから15枚役で終了抽選を行ってます。でこの間チャンス目とかドラム缶のレア役だったり神図柄を引いていくことが大事よ。トキ先生でやばい。うわ、これやばい。下段にドラム缶っていう無双目あるけど、さすがにないと。え、嘘やん、このタイミング、マジで。ちょっとビビった。はい、これ無双目で、今のところバトル中、姿勢バトル中の無双目は、勝利濃厚です。僕の中で実戦上勝利濃厚です。いきましょう。下ボタン、これが最初やりたかったんです。最初にやりたかったのはこれだったんですけど、ちょっと音量調節ボタンも一緒に触っちゃってすいませんでした。いやー、いいね、すごいタイミングで引いたね、無双目。だから無双目も全然引けない確率じゃないです。うん、さっき言ったように、疲れてるか分からないですけど、さっき言ったように250分の1ぐらい、実戦上出てくるんで、まあこの強い敵こそこういうイレギュラーな勝ち方もありかなと思います。よし、 OK。 で次はジャギと、バトル、ジャギとタッグを組んで、相手は誰、まあ北斗龍拳か、北斗龍拳に挑んでいくと。この組み合わせで北斗龍拳に関しては、中ぐらいの強さです。貝を折るんやから当たり前やん、めっちゃ強いんじゃないのって思うかもしれないですけど、まあバランスを取るとやっぱナントの方が強いっていう、と敵のね総力で見るとナントの方が強いっていう感じなんで、北斗龍拳は2番目プラスジャギとケンシロウです。さあ行きましょう。さあどうだ、七星カモン来た、チャンスアップ、はい、オーケー。これよ、ケンシロウは大丈夫なんですよ。ケンシロウは大丈夫なんですね。あるよ、これ死んじゃない、よーし、いった、ギリギリ。さあスカーフェイス、無双奥義なんで、これはモロタンじゃないかな、これはモロタン、ここでも効くのかな、ちょっと押してみましょうか。勝てばいいんだ、何を使おうと。名言です、世界一の名言です、ありがとうございます。これはもらいました、もろった。
そんなストロイトにね、そんなヒール役を買って出るやつ おらんよ、マジで。はい、これはたまらん。 OK、 まあジャギなんで、しっかり倒して勝利と。 OK です。はい、てなわけで15枚で、バトル敗北、もしくはこのレバーオンで復活です。もう内部的には決まってると思います。うわ、来た、これ一番気持ちいいやつ。あと3、おせんやん。やばすぎ、かっこよすぎ。そんなもう拳がレインボーなっとるやん。おう、よし。さあこれでラオウ倒したんで、3兄弟は全員、倒してコンプリートと、エピソードコンプリートと。でこっからです。第一関門はクリアしました。でこっからがあります。さあ行きましょう。誰と戦うかというと、影のケンシロウです。はい、影のケンシロウを、倒すことができたら、上位の AT、はい、に突入します。新無双転生ラッシュです。はい、そこまで行けたら、2400枚が見えてくる。なんでよって、ここの影のケンシロウを倒すことができるかどうかが一番鍵となっております。行きましょう。で、試算した感じ、勝率で言うと、もう出たよ。はい、勝率で言うとね、そんなにポコポコ勝てるような相手ではないっす。今もう押さずにいった、隠しボタンを。チャンス目も重ねていく。はい、ここ強いよね。そうね、今の新図柄で仕留めんといけんかったんじゃない。いや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 、マジで、ね、あの新図柄が大事やったんじゃない。相当あそこチャンスやったやん。はい、ケンシロウチャンス目いけなあ。発展戦あるよ。シンシンシン、あーセーフ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 。これで OK です、これで OK です。攻撃食らって膝ついちゃうと終わる可能性がある。こうこう、あーやべえ、多分ね15枚のこぼしなんですよ。いやー、そうよね、そうよね。あとはもう復活があるかどうかです。いや、押せる、もう押せるもん。さっき全然赤くなってたもん、これボタンが。うわ、来たー、これ一番気持ちいいやつ。ここの復活あんのかな。はい、これで、終了です。ちょっとね、まだユリカンランプがあるんで、1ゲーム回したいと思います。はい、はーい。ってことで、あ、ユリカンランプ今消えました、消えたっすね、ここで消えました。はい、影のケンシロウに勝てば上位の AT だったんですけど、今回は勝てずに、3兄弟を倒したのみといったところで、出玉もね1000枚弱ぐらいですか、あの塊が、取れたといった感じです。はい、で今まあ最大のチャンスだったんですけども、要は上位 AT、新無双転生ラッシュに行ければですね、行くことができたならば、リミット到達、まあ、2400枚到達期待度が 80% オーバーといったところで、まあ、かなり強めの AT となってますんで、あそこを超えるかどうかがやっぱ区間完走だったりリミット、到達のチャンスかなと思います。はい、でここでもう1点なんですけども、ユリカンランプが今消えました。でユリカンランプを引き継ぐ場合があるんですけど、そういった場合は、まあ、ちょっとイメージしてほしいのが転生、北斗の転生なんですけども、ユリカンランプを引き継いだ場合は、今回当たったゲーム数周期よりも早く当たるといった特徴があったので、ユリカンランプが継続してついた場合は、次の当たりまで打った方がいいんじゃないかなと今のところ実践的に出てますんで、初打ちの時はね、しっかりとユリカンランプを見て、実践してください。で通常時、あとちょっとね、説明してない部分があるんで、そこを回して、今回の説明動画は終わりにしたいかなと思いますので、ちょっとそこまで回していきたいと思います。でもう1個追加の説明なんですけども、このマップのこの周期の次のステージが何かの選択画面で、ボタンプッシュ押すと、セリフが流れます。
オラオラオラと、はい、でこのセリフ何を示唆しているのかというと、モードモードの、示唆を行ってます。でこのセリフがどのモードに対応しているのかっていうのがまだ詳細が分かってない状態なので、まあチャンスだとするならば、まあ、例えば影の剣士郎のセリフだったりこの辺が出てくると、上位のモードの可能性があります。でそのモードがですね最初大きく分けて4種類、あると言いましたけども4種類ありまして、1個目が、通常後期、無双無限と、4種類あります。で今のところ、まあ、僕の憶測でしかないですけども、最大天井が、これによって変化してくるんじゃないかなと。まずね、はい、なので、12周期9周期、3周期とか、まあ、天国的な扱いですね。はい、というわけで本日はですね、パチスロ新北斗無双の解説をですね、まあ、駆け足ですけども行ってきたわけですけども皆様いかがだったでしょうか。まあ、あの6号機の中ではかなりガチ感の強い機種かなと。で叩きどころとしてはやはり僕途中で言いましたけども準備中の2種類、あそこはね、あそこのレバーオンはねかなり力入るかなといったところで、あとはまあバトル中の、新図柄をいかに持ってこれるかなといったところで、まあ、このガチ感のあふれる、機種ですんで、ぜひ、ホールに導入されたら打ってみようかなと、僕自身も思えたので、まあ、あと今回ね説明はかなりライトな部分しかできておりませんので、また実践動画等でまた最新部までね、皆様にお届けできたらなと思いますので、そちらもお楽しみください。それでは、次回のシダ動画でお会いしましょう。バイバイ。